今朝のコメンテーターは評論家で作家の佐藤健二さんです今朝もいろいろニュースが入ってきています、はい、アメリカサンダース大統領報道館一昨日シンガポールで予定されるトランプ大統領と北朝鮮金正恩委員長の初の米朝首脳会談日本時間の来週火曜日6月12日午前10時に始まる見通しだと発表しましたそしてホワイトハウスはですねシンガポール南部の先頭砂島にあるカペラホテルで開くと発表していますこれでもう時間と場所も 《まった》 まあ、ただし、金正恩委員長の滞在先は公表されていません。まあ、この、カペラホテルというのは、話し合いの会場ですからね。はい、宿泊先かどうかっていうのは、これ、まだわからないですよね。そうですね。えー、えー。まあ、諸説あるようなんですけれども、えー、アメリカの新聞、ワシントン・ポストはですね、北朝鮮が他の国に宿泊費の負担を要請したと報じています。まあ、真相分かりませんけれども、制裁が影響しているという見方もありますし、北朝鮮が外交行事で、まあ、他の国、他国、 特にですね、費用負担を求めるのは、そんなに珍しいことでもないと、まあ、こういう指摘もあります。はい。佐藤さん、ええまあ、一時はですね、これ、中止。中止って話トランプ大ね、やっぱりやるみたいですね、これは。そうですね、もう。これで土壇場へ中止とかすごいですけどね。もうそういう話になったら。そうですね。あの、私、最初、中止と出ました。そして、また、まあ、結構短い時間にね。まあ、ほぼ一日で撤回ですね。ほ一日ですよね。で、日にちも変わるのかなと思ったら、あの、変わりませんでしたね。あの、最初は延期の可能性はあるが、やるなんて言ったんですが、結局、予定通りですね。そうですね。 で場所も決まったと。はい、となれば、佐藤さん、やっぱりこれ、はいよいよよやるなとやるでしょうね、やるんですね興味あるのは、この、えー、キム・ジョ委員長が泊まると言われてフラトンホテルと、階段場所のカペラホテルというのがうう、はい、どれくらい距離があるのかとあ分からないですね、えー、その交通費も負担してくれとかいう話になるんじゃないですかね、えー、いやー、どうなんでしょうか、えーまああの、今お伝えした通り、制裁が影響しているのか、それとも、まあ、そんな珍しくない、いつでもいや払ってよって北朝鮮は言うのか。 まあ、いかない国ではありますねわざわざ来てやったんだから出せよみたいなね,ねえ、でもこの制裁が影響しているとするならば、えーまあ、今、まだ話の段階ですけれども、シリアの大統領がですね、はい、北朝鮮に来るなんてことも言われてますしね、はいえー、そうなってくると、その費用負担大丈夫なのかとか、まあ、そんなに余計なお世話ですけど、核兵器一応作れる国が、ですね、えー、あの宿泊費出せないということはないんじゃないでしょうかね、さすがに。えーまあ、でも改めて中身ですけどもね、このところ、トランプ大統領は少しずつ融和的と。まあ 表現的に、よくすれば融和的。え、悪く言えば緩んじゃってんじゃないのっていうことですよね。なぜここでアメリカの方が融和的になるかって非常に面白いところですね。はい。えこれはな、なんで非常に不思議なところですね。そうですね。まあ、よくディールと言われる、取引に長けてると、トランプ大統領は言われてます。はい。その一方で、中間選挙がやっぱりありますよね。はい。秋に。だから、とにかくまずは、会談をするんだと。そうですね。えあと、日本で誤解されてる方結構いらっしゃるんですが、ディールっていうのは相手を滅ぼすんじゃないんですよ。はい。取引するわけですから、 取引するには相手がいなきゃ困るわけです。はい。ですから、英語では、英語でノーディールっていうのは、はい。これもうこの先は喧嘩だぞっていう時はノーディールって言うんですよ。はあ、ディールするってことは相手を滅ぼさないんですよ。へえ。あ、そういうことなんですね。はい。ですから、トランプは北をやっつけてくれるだろうっていうんだったら、<っ>それはディールはしないってことなんですよ。はあはあ、ディール、それはノーディールって言うんです。はあ、はい。ディールするからには北を滅ぼさないんですよ。 はあ、取引するからには、別に相手取引するにも相手はいるんです滅ぼそうとするわけでは、はい、してるわけではない,、はい。それはノーディールなんです。ああ、そういうことなんですね。となると、もともとトランプ大統領は、その、おーノーディールに向かっていたわけではないってことなんですかね。そこが微妙ですね。すね。はい。はい。米朝首脳会談に向けたアメリカの動きとか。 カナダで日本時間の3日未明に閉幕した G7 主要7カ国の財務大臣中央銀行総裁会議。自分たちの国を優先するですね、保護貿易に突き進むアメリカと、これを一斉に非難する6カ国との対立の形が鮮明となりました。焦点となったのはアメリカが EU、あとカナダに課した鉄鋼アルミ製品への追加関税のことです。はい、各国からですね、批判が続出しました。えー、これ、あの、カナダが ま、言ってしまえば議長国。そうですね。そのカナダにもかけるって言って、憤慨してましたけどね。それはまあ喧嘩打って、喧嘩打ってやってきたみたいな感じですからね。そうですね。で、なんかフランスのルメール財務省は、あの、今回の G7 について、これは G6 プラスワンに近いねとか言ってるんですね。このプラスワンはもさ、アメリカです。アメリカだけなんか妙に外れてんじゃんって感じですね。ですからこれサミット今週、あの、これからやりますけれど、相当荒れるんじゃないかって感じですね。首脳会議ですね、今度はね。増少会議じゃなくて首脳会議。 なるほど。ですよね。はい、だけれども、あのー、この、増唱会議の方には、無入審査がアメリカからあってね。はい。まあ、針のむしろのようだった。あのー、サンドバッグ状態だったという話ですが。えー、誰もあの、言葉交わさないみたいなですね。はい、まあ、そんなあの、えー、ワンシーンが映ってましたけども。さて、でもこれ、忘れちゃいけないのは、追加関税というのは日本も最初から対象になってまして、麻生財務大臣も極めて遺憾だと批判しています。はい。まあ、さらにアメリカが検討する自動車への追加関税にも触れて、内向きな政策は、どの国の利益にもならないと。 主張したということですね。はい、まあこの自動車への追加関税もアメリカは安全保障上の理由とか言ってるんですよ。いなんか何でも安全保障上の理由にすればいいんじゃないか、ね。これもそうなんですけど、えー、何でも本当に佐藤さんおっしゃる通り、<laughs> 安全保障が理由になっちゃってるんですけど、この麻生大臣の批判についてはいかがでしょうか。はい、これはもう正論です。はい、間違いなく正論です。ええ、つまり、グローバリズムがいろいろ問題を抱えている。これは間違いない。はい、その意味で、ナショナリズムに戻ろうとする動きてがあるとは今、正当なことなんです。はい、ただ、それはとにかく自国の利益を持ち出すということは違うんですね。はい グローバリズムを抑え込む枠組みを国際協調で作ると言たんです。ですから、はい、そっちに向けて努力しなきゃいけないんですが、どうもトランプ大統領、あの、アメリカファーストだっていうんで、はい、その、国際的な枠、国際協調でグローバリズムを抑え込もうとするんじゃなくて、はい、とにかく自国の利益最優先っていうのをやりすぎてるんじゃないかと。はい、それは結局、アメリカの,あの自国の労働者にとってもマイナスな危険があるわけです。あ、ひいてはね。はい。えー 長い目で見ると、はい、そういう意味で内向きの政策はどこのためにはならないというのは正論です。えー、となると、ですねトランプ大統領はやっぱり秋しかに見てないのかと。 その危険性ありますおそ、ねね、らく秋以降にアメリカに影響は来るわけですよね。はい。いろいろ報復の関税が来たりとかしてね。はい、さて、同じく3日にですね、シンガポールで閉幕したのが、アジア太平洋地域の国防の幹部が集まって、地域の課題を話し合ったアジア安全保障会議。トランプ大統領、北朝鮮の非核化協議の長期化、これを容認する考えを示しています。こ、このあたりが佐藤さんね。そうですね。変わってきました。ただこれ、6月12日に予定通りやる。はい。まあ、現在ほぼ確実にやるでしょう。ええ なると、そうでもしない限り、会談は失敗と見なされるんじゃないかと。<ー>それを恐れた可能性はありますね。<い>それ、どうも今の感じとしては、企画家はちょっと、ちょっと、まあ仲間、脇に置いて、いまず、朝鮮戦争終結宣言をやっちまえと。はい、これだけで十分手柄なんですよ。<ー>1953年以来、ずっとそのっきりなんですから。<い>だから、それで、まず手柄を取っちゃえと。はい その上で比較化についてはおいおい考えればいいと。ええ、それくらいに構えてるんじゃないかっていう印象は強いですね。北朝鮮側からも、あの、これは一回で終わらないと思ってくださいよというようなことをね、はい、もう言われてますからね。えー、さあ、そして完全かつ検証可能、不可逆的な比較化。これを求めるアメリカと、段階的な比較化。これを訴える北朝鮮の溝。これは、まあ、今でもおそらく埋まってない状況だと思いますけども。はい、じゃあ、これ、最終的にこの溝が埋まるのかどうか。 あの、そう簡単に埋まるはずがない。と、これは間違いないと思います。というか、ほとんど埋まるわけないだろうと言いたいんですが、どうも今の動きは、溝は溝として、互いに実利を得るという形に従ってるんじゃないかと。ですから、先ほど申し上げた通り、リールっていうのは、相手を滅ぼすことじゃないんです。自分が得をする形で、相手と握手することなんですよ。ところが、その時に、自分と、だから相手の得をするかもしれない。自分は得をする。相手も得をするかもしれない。第三者につけが回る危険性っていうのは常にあるわけです。 第三者につけが回る。日本とかですね。中国とかですね。ええ、それは例えば金銭的だとか、そういうことですよね。すでにトランプは言ってるわけです。北朝鮮の非核化に対する見返りは、韓国、日本、中国は主に負担してくれるだろうと。アメリカはそんなに負担しなくて済むと思うよと言ってますからね、彼は。ですね。さて、その各国からはですね、トランプ大統領非核化協議の長期化容認したことに反発もありましたよね。はい。というのは今度ですね、まず長期化っていうのは、長期化とか即時とかいう言葉の意味ですけれど、あの、即時の非核化っていうのは 具体的にはどういうことかと。はい、比較化の合意がなされてから1年から2年で比較化するのが即時です。これが即時なんですね。だから長期化っていうのは下手をしたら5年、10年の話になっちゃうと。えー、で、その間はこっそり開発進めたらどうにもならんだろうと。そういう話です。ええー。うん あの、よく言われるのが長期間になればなるほど北朝鮮に有利に働くと言われてましてね。それだけだからこっそりやれる期間が長くなるとらです,、ね、ですよね。あとは大統領が変わる可能性は大ですよね。可能性ありますね。そうですよね。えー、というのも含めると、じゃあ、これは北朝鮮に有利にまた動き始めてしまっているのかなという感じもします。さて、日本とアメリカ、韓国の3カ国の防衛担当の閣僚、シンガポールで会談を行って、北朝鮮の非核化に向けて外交的な努力、これを引き続き支援していくことで一致しています。はい。小野寺 防衛大臣はですね参加国は北朝鮮が具体的な行動を取るまで圧力をかけ続けることで一致したと述べていましたが発行発表された共同声明では圧力制裁こういう言葉は使われず外交努力を引き続き支援していくことで一致したなどの表現にとどまったということですね、はい、まあこの表現を とどめた理由なんですがあのやはりアメリカの態度の変化が大きいんじゃないでしょうか。はあ、トランプ大統領は、ええ、今はもうあの最大限の圧力という言葉を使いたくないと言ってるわけですよ。はいええ、でしかも、注目されるのは、 アメリカのマティス国防長官が、ここで、あの、北朝鮮が援助を受ける条件。はい、どういうことをしたら援助を受けられるかってことについて発言してます。はい、で、これ日本のメディアではどういうふうに訳されたか。はい、え、北朝鮮は、検証可能で不可逆的な非核化への動きを、措置を取ったときに、初めて援助を受けられる。と訳しました。ええ、はい。はい、が、これは語訳です。そう、はい。元の言葉はですね、非核化に向けた検証可能で不可逆的な措置を取ったときに援助を受けられると。 つまり非核化そのものが検証可能か不可逆的かはですね明示されてないんです、しかも、完全なという言葉が落ちてる、はいですから、マジィス長官、これで取ると、ですねかなり意図的にこう話をずらしちゃってると、緩めてますね、佐藤さんがこのまあ訳すと元の英語を見ると、要するにあの検証可能と不可逆的というのは、措置にかかってるん ステップスにかかっ能、えー、元の言葉では、えー、比較化にはかかってないんですあらららだから比較化自体はしかも「完全」という言葉がないです、ねえー、ないんですねはい今朝のコメンテーター佐藤健司さんでした 今朝のコメンテータータは作家家でで評論家佐藤健二さんですいや私、今の先ほどお話ししていただいた、えー、このマテス国防長官の発言、はい、私、てっきりですね、トランプ大統領は、まあ、ちょっとね、緩んできたけれども、はい、マテス国防長官とか、まあ、あと議会ですよね、はいまあ、そのあたりはしっかりとこの釘を刺すというか、ですね、えー、ピシッとしてるんだろうなと思ったら、今の佐藤さんのこの英語を分析した結果。 トランプ大統領とマティスさんがやっぱり連動してると考えそうですね、マティス長官の発言というのは、表面的には苦行を刺してように見えるんですよ、ところがそれがよく読んでみると、首なんか全然刺してない、これはちょっと確信犯じゃないかと思いますね、議会の方では、現在、野党の民主党を中心に、安易に妥協するなよっていうふうに言ってる動きはあります、しかし、この国防長官に関しては、一見、今までと同じハードなスタンスを保って見せて、相当に妥協している。 となると、ま、あこれ推測ですけども、アメリカとしては、ま、あ核廃棄っていうもの、はい、これまでのイメージとしては、もうとにかく核廃棄させるんだと、はい、北朝鮮を。はい、っていうのが強かったんですけども、その核廃棄というよりは、ええー、ま、あとにかく手柄を確保するんだなっちゃったんじゃないですかね。なってきてるってことなんですか。はい、いや、そうするともう改めて、まあ、今のね、あの、当たってほしくはないですけども、それが真実に近いとするならば、北朝鮮の思う壺と。 うねまあ、その危険性は正直、否定的ます、えー、でもあの新書というのから変わりましたよね、はい、そうです北朝鮮から、トランプさんあの新書を褒めてたえながら、<っ>まだ開けてないとか言ってるんですよね。<laughs> ですか素晴らしい新書を送ったとか言って、内容はどんなもの使うって、あそこまで変わるということは、そのトランプ大統領、もしくはアメリカにとって、おいしい話があるってことですよね、やっかでビールがそういう意味でもあるかもしれません、あの人のことですから、また突然ころっと変えて、やっぱりあんなふうにやとか言い出すかもしれませんよ、それねだからもしかしたら、北朝鮮というよりも、中国に関する何かが入ってるとかね、可能性はあります、あと中東だって、北朝鮮は中東とも連動してます。ははいいさんんおっっししゃてまたもね